U-17 サッカー日本女子代表に本女子代表は日本サッカー協会によって組織される17歳以下の女子選手のためのナショナルチームである。ここでは U-16 の日本女子代表に関しても取り扱う。主な国際大会として国際サッカー連盟が主催する FIFAU-17 女子ワールドカップを呼び、その予選も兼ねた。 アジアサッカー連盟主催の AFCU-16 女子選手権がある。なお愛称に関しては、協会が定めた公式のものではないが、U-20 サッカー、日本女子代表のヤングナデシコが正式な愛称となる以前から一部メディアやファンの間では、リトルナデシコと呼ばれている。過去6大会連続で決勝トーナメント進出を逃していない。これは日本だけである。 1> 中1決勝トーナメントでの PK 戦を含む 2008FIFAU-17 女子ワールドカップのメンバー監督は吉田博士 2010FIFAU-17 女子ワールドカップのメンバー監督は吉田博士 2012FIFAU-17 女子ワールドカップのメンバー監督は吉田博士 2014 FIFAU-17 女子ワールドカップのメンバー。監督は高倉麻子。2016FIFAU-17 女子ワールドカップのメンバー。監督はクスノセナ 2018FIFAU-17 女子ワールドカップのメンバー。8月にフランスで行われた FIFAU-20 女子ワールドカップにおいて、 U-20 日本女子代表が初優勝を果たした。そのため、U-17 も U-20 に続いて、優勝すれば、日本史上初の U-20、U-17 ダブル優勝となっていた。しかし、準々決勝で、ニュージーランドに1の1で赤敗し、ベスト8で敗退。日本史上初の U-20、U-17 ダブル優勝は叶わなかった。 監督は当初は、靴つのせなおであったが、大会直前に不祥事を起こし監督を辞任。大体として、池田太氏が就任することとなった。2020FIFAU-17 女子ワールドカップの出場は決まったものの、COVID-19 の大流行により大会は中止となった。メンバーは U、AFCU-16 女子選手権2019の時のものである。監督は、 か道久。ありがとうございます。